どうも、ポケチャンネルです。今回の動画もショーンタムさんとおむつさんとのコラボ動画になっています。前回投稿した動画では野草を大量に採集したんですが、その後にまさかのショーンタムさんのご実家にお招きいただきまして、いろんな動物と触れ合わせていただきました。ショーンタムさんのご実家は住宅街にひっそり佇む明かりの灯る大きなお家だったんですが、その中に一歩踏み入れると本当に生き物だらけで隠れ家的動物園というような感じでした。まさにショーンタムズーとはこのことかと、最終回でタイトルの伏線が回収された時の気持ちですね。それではまずは屋上で飼育しているアルダブラゾウガメから紹介していきます。こちらがショーンタムさんのご実家の屋上で飼育しているアルダブラゾウガメです。大きいですよね。お迎えしてから15年以上経ってるみたいですが、寿命は100年近くあるので、まだまだ成長期みたいで、白い成長線も甲羅にがっつり入ってました。それでは早速、先ほど取ってきた野草を与えていきたいと思います。土って食っても問題ない。まあ土自体は、まあこの子たちは、もうお腹をもう体がでかいんで、全然土食っても大丈夫ですよね。アルダブラゾウガメ自体、高温体質を好むリクガメなので、このように夏はバーッとシャワーで水をかけて、それを蒸発させることで湿度を調節しているようです。餌は基本的には野草や小松菜などの葉野菜を中心に与えているようですが、食欲を上げるための起爆剤として大好きなリンゴをまず与えるそうです。赤いものへの反応がやたらいいですか？そうですよね。なんかリクガメフードとかでも赤いやつとか結構狙って食ったりしますね。なんか噛まれたこととかあります？一時期めちゃめちゃお腹空かせちゃった時があって、はい、今履いてるサンダルがこうやってちょっと黒なんですけど、あ前赤だった時があって、あもうリンゴとトマトと同じ色っすね。その時に間違えて足をちょっと、はい、足先をちょっとめちゃくちゃ痛かったです。噛まれたんですよ。もう大丈夫ですか？足、指あります？指あります？まだ一応、指、あ、まだ生きてる。あ、ありますね。あ、じゃあよかったです。はい、だから。じゃあもう、その頃でそれぐらい痛かったら、もう今やばいですね。やばいですね、今は。はい。現地でもこんな、結構高温体質ですもんね。そうですね。アルダブラ干渉自体がものすごくスコールが降る土地で、まあ赤道に近いんで。これ、何ですかね、シェルターみたいな感じになってますけど。そうですね。ここが、ダンボさんのお家ですね。はい、ですね。あ、お家なんですね。はい。ダンボさんは基本的に夜中、寝るときは、もうこの中に入って寝てる。あ、もうちゃんと覚えてるんですね。覚えてますね。はい、あともう気温が寒くなってきたなとか自分で感じると、この中に自分で入って。あ、なるほど。じゃあやっぱり暖かくするためになんか設備とかって。そうですね。あるんですかね。一応中が、こんな感じになってまして、一応あるのが、まずこれが、これオイルヒーターですね。あ、オイルヒーターなんですね。はい。もう普通に一般家庭用のオイルヒーターを中に入れて、はい、まあ、ほぼフルマックスで冬から稼働して、これデロンギのオイルヒーターなんですけど、はい、これと、あとこの下に、マットが、まあ、パネルヒーターみたいな。はい。これも暖かくなってるって。これも暖かくなりますね。で、タイマーでセッティングしてるんです。今はちょっと多分稼働してる。あ、なるほど。あ、そうなんですね。時間になると稼働してるんです。はい、夕方の、まあ大体6時くらいに稼働するようにセッティングしてます、ね。ああ、そうなんですね、はい。で、これも一応同じように、はい、稼働するようになってます。やっぱ夜はちょっと冷えちゃうから、それの防ぐためにみたいな感じなんですかね。そうですね。やっぱり
冬頃で、冬であったりだとか、はい、まあ春先って結構気温の寒暖差が結構大きいと思うので、はい、まあ風邪をひかないようにしてますね。で、あと、今この、垂れ下がってる、このビニールシート。はい。で、まあ中を保温してあげる。そうすると冬までだいたい26度くらいにはなるかなと、はい、って感じですね。で、まあ、春頃だったら、暖かい時だと、まあ中は28度から30度くらいは保てるので、はい、まあ、彼らにとっては問題なく生活できる、ね。快適なスペースになる、はい、っていう感じなんですね。ありがとうございます。おー、すんげー力。結構怖いですね。結構力強いし、ガツガツそうそう。思ったより一瞬でなくなっていくから、もう持ち手がどんどんなくなっていく。右行かれますよ、そのままだと。やばいやばいやばい。でもなんかボタンって落とすのもなんかちょっとかわいそうですね。めっちゃこっち見てる。この辺の角質、これ角質なんですけど、この、これ野生化だと鳥がついばんで食べるんですけど。あ、そうなんですね。はい。ただこれをちょっと、まあ、さすがにその鳥は日本には存在しないんで、こうやってまあ、こうやって、こうやって書いてあげると、古い角質が取れて、新しい皮ができるという。じゃあこれ結構やってあげることって大事なんですか？これ結構大事ですね。もうなんで、これくらい大きくなると結構ブラシとかで、はい、はい。ゴシ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 、まあ、痛めない程度に取るんですけど。めちゃくちゃ下空いてますよね、この足でしっかり立ち上がって。で、これで立ち上がってくれたおかげで、こいつがオスだって分かったんですよ。お腹がへこんでるんですよ。あ、なるほど。上に乗りやすくなってるってことですね。そうですね。メスのお腹に乗りやすくなってる。これ、顎の下触っちゃっていいですか？あ、ぜひぜひぜひ。顎の下触って。まぁ、ちょっと。ニブニ。ニブニ。思ったよりも、なんか硬そうなイメージですけどね。そうですよね。なんか結構、甲羅がやっぱりこうやってゴツゴツしてるから、うん、皮もどんな感じなのかと思う。はい、意外とブニブニ。足もブニブニなんですよね。この脇のあたりとか。そうですよね。ここはめっちゃ硬いけど、もうここもしっかり、下に押しても、そうですね。へこたれないぐらいの筋肉が。もう結構、やっぱこの辺は、はい、ガッチガチの筋肉。まあ、結構こうやってされるの結構好きですね。こうやって描かれるの。厳しいですね、顔も。よく育ってくれました、大きくね。続いて、こちらの生き物はスローロリスという珍しいお猿さんです。年齢はもう15歳くらいで、かなりお年は召されてるみたいですね。食性は雑食で、特にジャイアントミルワームが大好きだそうです。握りしめて、あ、なんか音出した、あ、なんか音出した、あ、これ鳴き声です。ここ怒ってる時の鳴き声です。あんまりガシッ捕まえると思っちゃうんですよ。めちゃくちゃ欲しそうにします。結構虫を食べるのが好きで、あとは果物と野菜。ああ、野菜とかも結構、ね、野菜も食べますね。あとうずらとか、ひなうずらとかする。あ、なんかもうバラエティーに富んでますよね。うん、ほんと雑食ですね。背中のこれがこの頭から始まるこの線が一本につながってるのが結構特徴なんです。スローロリスみんなそうなってますね。あ、そうなんですね。この子はどうでしょうか。このジャイアントミルワーム大好きですね。食べ物が早くなってきちゃった。元気になってきてます。あ、出てきてる。ということで、今回はショーンタムさんのご実家でいろんな生き物たちと触れ合わせていただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。こういった楽しいコラボ撮影ができると、ここまで YouTube を続けてきてよかったなと思いますね。それでは今回の動画は終了です。今回の動画はいかがでしたか？この動画が良かったという方は、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、Twitter や Instagram もやっていますので、
こちらもぜひフォローをお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。